前の動画では1平方キロメートルについて勉強しました。めちゃくちゃ大きな面積のまあで,でもこれも今までと同じように一つ下の単位の平方メートルで考えてみようか。つまり1平方キロメートルは何平方メートルになるんやろうここをちょっと考えてみたいと えどうやって考えたらいいかって言うと1キロは1キロメートルは1000メートルやねだからってここ1000にはならへんよこの1キロメートル横の1キロメートルが1000メートルあってさらに縦の1キロメートルも1000メートルあるのでこれとこれの掛け算になのやね1平方キロメートルは 1 0 0 0ける1 0 0 0ルなのでうわめっちゃゼ0割るね1け1の1にちょっと書かれへんねここに120が1234566個なのでこうなります123456こうなりますこれの平方メートルやねめちゃくちゃ大きい 101001000万10万 100, 100万,100万なんと1平方キロメートルを平方メートルに戻してあげると0が6つで100万平方メートルになるんですめちゃくちゃ大きいねでもこれはちょっと分かりにくいやね1平方メートル1メートル ×1 メートルで1平方メートルになって 次のじゃあ面積の単位はって言われたら100万平方メートルになるんやね。この間はちょっと空きすぎじゃないか ?1 から100万とかもうちょっと間の単位が欲しいよね。というわけでメートルとかセンチメートルキロメートルは使わないんやけど面積には他にこの平方メートルと平方キロメートルの間の単位が 作られています。今回はそれをちょっと勉強してみようこんな感じですもうこれは頭の中にそのままこの絵を入れてくれるといいかなと思いますまず最初にやったのが1平方メートルでした見えるかな1メートル一メートルって書いてあるこれが 1×1 で1平方メートルやってんなそしてさっきやった1平方キロメートルは 一一キキロメートルかけるロメートル、1> 1つまり1かけ0でしたちょうどこの間つまり十とか百で面積の単位を作ってあげたんです十メートルか 10m×10m この面積の大きさのことを一アルファベットの a を書いてちょっと汚くなっちゃったねアルファベットの a を書いて 難しいなこれね書いて R と読みます。R と読みます。これが途中に1平方メートルと1平方キロメートルの間にある面積の単位です。そしてこれはどれくらいの大きさかっていうと10メートル ×10 メートルなので100平方メートルに 1r、ね、は100平方メートルですそしてさらにこれを今縦と横を10倍しましたさらにこれを10倍してあげると縦と横を10倍してあげると100メートル ×100 メートルになるよねこれは1ヘクタールと言いますアルファベットの h と a を書くこれで「 って読むんじゃなくてヘクタールと読みます。なのでこの一ヘクタールの大きさはこっちに書こうかどれくらいかっていうと百かけ百なので百にあと0を二つつけるこれの平方メートルやねなので一十百千0 0ま1万平方メートルです一ヘクタール一万平方メートルのことを 1>, 1ヘクタールと言いますそしてさらにこれが大きくなるとまあちょっと絵はちっちゃくしちゃったけどね 1km×1km で1平方キロメートルになる。これは100万平方メートルになっていたんやね。なので 1, 1メートル1 0ル1 0 0ルそして1キロやから1 0 0 0ルってなっています。これを使ってこの図を理解しておくようにしてください。みんな 1R は1001エクタールは1万って頭で覚えようとすんやけどそんな難しいのでこの図を正方形を思い浮かべて 10×10 10やから100やねんな 100×100 100やから1万やねんなと。 え、そういう風にして、この単位も覚えておくようにしてください。平方メートル r ヘクタール1。平方キロメートルと面積の単位は大きくなっていきます。